ェイズ5から3ロッキーズ現地時間4月13日、ロジャースセンタートロントブルージェイズが初回に相手投手を攻略し、5得点を挙げて勝利。元中日のジャリエル・ロドリゲス投手、27、が4回途中1失点の投球でデビューを果たした。球団初となるキューバ人投手の先発登板を果たしたロドリゲスは、中日時代と同じ背番号29を背負ってプレー。初回、2番トーバーから初三振を奪うと、続けて3番マクマーンも三振に仕留め、初回を三者凡退。2回以降は走者を出しながらも、失点はソロ被弾の1点のみ。4回表1死1、2塁のピンチで7番ロジャーズから、この試合6つ目の三振を奪い、2番手ボーデン・フランシスへ交代。スタンディングオベーションを受けながら、デビュー戦を終えた。ブルージェイズは1回裏、1四満塁の好機から押し出し四球で先制点を挙げると、7番ドールトン・バーショが2号、グランドスラム。立ち上がりの5得点を最後まで守り切って勝利。フランシスが今季初勝利、イミ・ガルシアが今季初セーブを手にした。この試合のロドリゲスは3回に3、68球を投げて4安打、2四球。6奪三振、1失点という投球内容で勝敗つかず。今季はスプリングトレーニングでの故障により調整が遅れ、マイナーで開幕を迎えたが、サンエイバッファローでは2登板で6回1、3を投げて1安打、4四死球、10奪三振、無失点と好投。開幕15試合目で早くもデビュー戦となった。